ネイティブアメリカンチャーチの起承。ネイティブアメリカンチャーチ、またはアメリカ先住民教会とはペヨーテ信仰として知られるアメリカ先住民族の宗教であり、その教えは伝統的なアメリカ先住民の信仰とキリスト教の根校であり、エンセオジェンのペヨーテを使用することも特徴である。その発祥は19世紀後半にメキシコからグレートプレーンズ南部に ペヨーテがもたらされた後のアメリカ合衆国のオクラホマ州でのことである。1890年に多種多様な部族間に共通のアメリカ先住民というアイデンティティを形成することに一役買ったゴーストダンスが衰退した一方でネイティブアメリカンチャーチはその空白を埋める役割を果たすこととなった。今ではアメリカ、カナダ、メキシコにて最も広く根付いている。 土着の宗教であり、20世紀後半には、推定25万人の信奉者がいる。ペオーテの通り道。ペオーテの儀式中にメディスンマンが用いるペオーテセット。ペオーテ儀式のためのティピ。主流であるキリスト教の宗派の多くは、アメリカ先住民族をキリスト教に改修しようとした。多くの部族において、キリスト教の教義が反映されることになり、 ネイティブアメリカンチャーチを言ってもそうである。キリスト教への改修は父としており、ネイティブアメリカンチャーチは簡単に広まった。オクラホマ州で形作られた当初、ネイティブアメリカンチャーチは一心論であり、グレート・スピリットと呼ばれる最高の存在を信仰した。ネイティブアメリカンチャーチの心情は、ペヨーテを崇拝し聖なる秘跡とみなすことであり、ペヨーテがグレート・ スピリットと繋がるために使用される。1901年を境に、この信仰がアメリカ西部へと大きく広まっていくことになる。創始者であるウィニベーゴ族のジョン・レーブは、大酒飲みの厄介者であったが、1901年に放浪の旅に出て、そこでペヨーテの体験をし素晴らしい体験であったため、卑怯して人々にペヨーテを勧めた。ジョンは、 最初はしつこく当てがわれたのでペヨーテを口にしたが、そのビジョンでは恐ろしい生き物に追いかけられたため、ペヨーテが起こったのだと解釈し、この世が存在する限りにおいて使わせていただきますと叫んだ。次の晩には、神を見て、あなたに祈りを捧げるので、これがどういう信仰なのか教えてくださいと叫び、そして、暁の星を見て幸福に包まれ、故郷の家族や親戚が、 まざまざと目に見えてきた。そして、これを部族の人々にも知らせたいと強く思った。故郷に帰り広めると、ペヨーテによって、人々は飲酒をやめるようになり、道を解くようになり、こうして大きくなっていった団体に、飲酒癖のあるアルバート・ヘンズリーが加わり聖書をもたらした。ヘンズリーのペヨーテ体験は最も激しいものと言われ、高骨となり、 天国と地獄のビジョンを見た。人々がこのペヨーテ派にどんどん回収していくこととなった。ペヨーテは2001年以前の段階で、アメリカ合衆国やカナダ西部の40以上の部族の間で神聖な植物として用いられているが、その中で初めてペヨーテと関わりを持つようになったのは、カイオア族及びコマンチ族でメキシコ北部の先住民族を訪ねた際に、 その存在を知ったものと思われる。メキシコ国境の北部地方において普及している、ペイオーテ儀式が、カイオはコマンチ型のものであることから、両部族が信仰の積極的な普及に関わっていたと見ることが可能である。アメリカ合衆国の先住民は19世紀後半まで特別居留地に押し込められていた上に、その伝統文化の多くも解体され、消滅しつつあった。 このような逆境の中、オクラホマに移住した部族の市長たちは、合衆国内の進歩的な部族のために、新しいペヨーテカルトを積極的に拡散させることを始めた。その運動を最も積極的に提案したのが、戦術の証拠から、カヨワコマンチの両部族であったと推定される。こうして、ペヨーテカルトは、急速に普及したものの、儀式の内容に対しては宣教師や、 地方政府団体が激しく反発し、さらにこれを受けた地方自治体がたびたび信仰への弾圧となりかねないような法律を制定した。そこで先住民たちは彼らの宗教活動の自由の権利を守るべく法律上承認されている宗教団体である先住民協会にペヨーテカルトを組み込むこととした。こうして、 この運動の会員は1922年には13,300人であったものが1993年には70以上の部族に30万人が確認されるまでになった。1997年以前の段階では信者数はおよそ10万人から22万5,000人と推定されている。ただ、儀式のためのペヨーテを確保するのに難儀が見られる場合もある。居住地に ペオーテが自生していないアメリカ先住民の場合、儀式に用いるのは乾燥品の頭部、メスカルボタンとなるが、これを合法的に採取したり、アメリカ合衆国郵便公社を通じて配達品を購入したりすることにより確保している。また、メキシコ先住民の習慣に習ってサボテンを集めるための巡礼者を送り出している。 アメリカ先住民も存在するが、アメリカ合衆国内の先住民の大半は、通信販売によって、必要となるものを入手している。ネイティブアメリカンチャーチの信奉者は、儀式、祝祭その信仰の実践において、それぞれ異なっている。似たようなキリスト教の道徳を教えてはいるものの、クロスファイア派は、礼拝に聖書を用いているが、これは、ハーフムーン派には採用されていない。 儀式は土曜日の夕方に始まり、日曜日の早朝までの一晩を通して行われる。大抵聖書朗読、祈り、歌、舞踏、太鼓が行われる。ネイティブアメリカンチャーチはグレートスピリットを信仰している。儀式はティピーで行われ、司祭、牧師、長老が儀式に必要となる。翌日の宴会は共同体全体のために盛大となる。 ペヨーテは興奮剤であり、参加者は南目がさえ、そのためにも宴会に参加する。特に宴会後の午後遅くになると睡眠が必要だと感じられるようになる。信者たちはペヨーテの使用をキリスト教の生産式における武道酒の使用になぞらえている。アメリカ合衆国政府は薬物規制を実施し、先住民たちはペヨーテの使用についての法的な問題に、 直面することとなる。八百八十八年には、カイオワ族、コマンチ族及び、ウィチタ族のインディアン担当官が、宗教儀式におけるペヨーテの使用を禁じ、この措置を二年後の八百九十年に、アメリカ合衆国政府が正式なものとしたのである。この禁止令の下では、政府担当官による信者の逮捕や投獄が行われたり、罰金や儀式に使用された土地や、 家屋の没収も実施されたたりしたネイティブアメリカンチャーチは1918年、この問題を回避するために設立されたものであり、1944年には合衆国アメリカ先住民協会として法人化され、さらに5年後の1949年には北米アメリカ先住民協会と解消されてカナダ、先住民も包含するようになった。 1965年及び1970年には、議会でペヨーテの宗教儀式における使用を許可する内容の法律が通過したが、逮捕はなおも続いた。1978年のインディアン宗教自由法は、アメリカ先住民宗教自由法とも呼ばれ、チャーチのペヨーテの使用を法的に保護することとなったが、一部の連邦の官僚はそれでもなおペヨーテの没収を続行した。 既制薬物としての法的分類において議論が生じ、ネイティブアメリカンチャーチの正式なメンバーのみが、宗教的な目的において、輸送、所持、使用が許可されている。いずれも2015年時点で主に、オクラホマ州に居住する部族である。メキシコ北部でペヨーテを宗教的な目的で用いる民族としては、ウイチョル族やコラ族、タラウマラ族などが知られている。特に、 ウイチョル族によるペヨーテ狩りの巡礼が知られている。彼らはサンルイスポト市地域のウィリクタというペヨーテに恵まれた先祖代々の聖地を目指す巡礼を何度も行っている。要所、和所、ありがとうございます。